でもじゃあとりあえずね、今日9月の、11日ですね。ごめんなさい、11月10日ですね。9時、今半ぐらいになるんですけど、今こんな感じですね。11月10日の、まあ、9時半ぐらいという感じになりますんでね。ちょうどね、ひすいばくんのレイド、これがね、2週目が始まりましたんでね、今日から、ガンガンやっていきたいかなと思います。ってわけで、なんで変なところにピンが立ってんだ？とりあえず、あ、そっか、ひすいばくんのレイド立つのか。とりあえずね、ひすいばくんのレイド、今日からね、ガンガン進めていきたいかなと思います。で、基本的にはね、一応この、まあ、ちょっとあの、経験値やめ。あの、前回ね、動画の最後かなんかに言ったり、まあ、プライベートでも、あと、大量に言ったりしてるんですけど、ちょっとね、ひすいばくん、あ、ひすいばくんじゃない、経験値やめ。L と XL、ちょっとね、無駄に使っちゃったのがあるんで、ちょっとね、数がだいぶ足りなくなっちゃってるんですよ。今、現状こんな感じですね。売ったりしてる数もあるんですけど、一応ね、L で、XL で、まあ、500個切っちゃって、L で、600個切っちゃって、で、テラサルの方もね、どうせこの例で売るって分かってたんで、売りまくったんで、一応ね、今、500切ってますんで、ちょ、今回はね、この辺の L アメたちをね、なるべく完走できるようにしながら、で、ちょっとプライベートの方でね、使いたいんで、まあ、ちょっとね、頑張って稼いでいこうかなと思います。まあ、本当に不思議な見つかっちゃった方が楽なんですけど、どうでしょうね。まあ、微妙かなと思いますんで。やべ、間違えてインターネットつけちゃった。どっちみち後にインターネットは消すんで。で、とりあえずね、まず1試合目いきましょうか。そうですね、ここ1試合目から、1試合目からね、景気をクリアできたら、そうですね、いいかなと思いますね。で、なるべくね、1試合やって、競りもやって、で、競りやって、日付入れ替えて競りやって、1試合やってっていう感じの、まあ、大体だからかな。セリー、あ、ごめんなさい、試合、セリ、セリ、試合って感じの、この、まあ、2個ずつを、まあ、1サークルにして、まあ、動画的には、だから1、2サークルぐらいをめどにね、ちょっとやっていきたいかなと思いますんで、まあ、ちょっとどんぐらいの、ね、尺になるか分かりませんけど、ちょっとね、頑張っていけたらいいかなと思います。ちょっとね、スマホの方でもね、ポケモンホームでも今、ちょっと転送とかね、やってますんで、ちょっと音うるさいんで、ね、ごめんなさいね。ここ壁張られなかったのでかいな。多分これで半分優に削れるはずなんで。あと多分壁が残った状態で多分潰すことになるので、ちょっとね、まあ、テラスサルで落ちたら痛いんですけど。まあ、最悪は回復もしつつ、時間稼ぎしましょうか。ダメージ食らったらね、正直ね、突っ張りがね、腐っても回復しちゃった方が、全然テラスサル破壊されるアドなんで。ギリギリ壁以外でも残ったか。オッケー、焦げなきゃいいや。もう一発ぐらいは全然優に耐えれるんで。まあ、急所になったら話がありますけど。あ、ゴジムシいらねえ。あと、そうっすね、3、あ、やべ、その気合玉どんくらい入る？あぶねえ。
で、多分ね、あと2発じゃ落ちないから、あと3発なんだな。その100キロ超いて。特性の効果まで確定された。これちょっと痛えな。一回ここ持っちゃいましょうか。一回ここ持って、もう一回回復して、で、鬼火連打にかけるか。その前に気合玉ぶっ飛ばすんだ、すげえな。怖っ。で、気合玉は多分ね、この HP 落ちるんで、100キアコンも。あ、間違えた。やーべ、間違えた。まあいいや、しょうがねえ。多分距離、気合玉落ちたな。あ、ぶね。あー、無理。気合玉2発無理。それは無理だ。最悪すぎる。これあれなんですね。いつも技は変にさ、上に戻ったりするのに。補助サポートの方戻んないんだ。めんどくさ。まあ、どっちみち積むのは今から一緒っすかね。でも珍しいのは気合玉に遊んでくるって。いや、で、一発ぐらいはね、鬼火飛んでくると思ったんですけど、ちょっとそこは、ミスった。あ、でもここ4段階一気に詰めたらでかいな。で、これで6段階。多分、ギリ PP 足りるっしょ。まあ、この100キャコを火傷入んなきゃいけない。オッケー、じゃあ大丈夫だ。多分あと2発で壁がぶっ壊れるんで。あと3発かな、多分。お、なんとか落ちたか。オッケーオッケー。よかったよかった。あそこの消えでも2発は、よく命中率72発待ってたよな。そりゃすごいわ。一応金額計算タイム。ちょっと待ってくださいね。750円が6発の、2500円が4発の、ドリンク6発確定からのテラスタルが30個確定と。で、それにプラスアルファで、アメガプラス8か。14。ドリンクが、ごめんなさい、テラスタル先にプラス、プラス40か。ごめんなさい、合計で40と。で、ドリンクがプラス3で9。で、経験がメールがプラス5で19。6000円が2つ。L で24。星のかけらが4、L の飴が29。今回 L の飴多すぎんな。で、ミントでプラス2万と。で、ポイントアップでプラス1で、合計金額が19万5750円ですよ。まあ。一試合目に関して言えば、そうですね、19万なら、全然後かなって感じですね。よし、OK。じゃあ先にセリいっちゃいましょうか。で、一応ね、今日の分のセリはやっちゃってたんで、日付ね、今変えましたんで。何が出てくるかな。
スーパー、あ、まあ、インドメトシンが欲しいな。何本 ?12 本か。うわぁ、ちょっと微妙だな。大体ね、ドリンクってね、20本ぐらいあるときの方が一番落札したとき美味しいんですけど、12本だとね、多分無理だと思う。早くも無理ですね。しかも12本なんで1本1万円なんですよ。その時点でもう普通に買った方が安いんですよね。まあ、前回それでね、あの闇の石かなんか俺知らなくて買って18万で買ったの。バカじゃん。もったいね。ちなみに筋力、まあ羽ならいいか。まあ1万円で落とせたらあとだな。でも本当に全然ね、あのプライベートでね、あのやってたんですけど、まあ、動画会とか、月曜日なんか俺基本的に動画撮らないんで、まあ、プライベートで、あの、8時頃からずっとあの、インターネットつながって日付ぐるぐるやってたんですけど、その時もね、競りも参加してたんですけど、意外とね、ボールはね、出ないんですよね、あの、おしゃぼってやつ。俺も多分ね、唯一におしゃぼはね、多分今回、まあ、前回か、先週動画撮った時も多分ね、2本ぐらいしか撮れなかったはずなんで、おしゃぼ欲しいんですよね、正直言うと。まあ、全然使うことはないですけど。なんか使うことはないですけど、なんかあの改造ポケモンがおしゃぼで飛んでくるのを見てると、なんかそろそろおしゃぼいいなと思っちゃうんですよね。次の炎照らしたらどーこだ。なるべく飛びやすいところがいいんやな。まあ、ここならまだいいか。ちなみに炎照らしたらこれだけだよ。たまに炎と炎になるときあるんで怖いんですよね。そう、飛べねえのか。まあいいや、とりあえず適当に飛んじゃおう。あ、落札金額わかんねえ。あ、落札金額かね。あとでちょっと、そうですね、確認しておきます。飛びにくいのやめてほしいマジで。イライラする。まあでも一応あと1ヶ月したらね、追加コンテンツがあの後半解禁になるんで、ちょっと楽しみですね。まあどういう感じのになるのか。まあ次回、前回はね、なんかその日本の古い、なんか東北だっけ、東北が舞台で、まあなんか、そうですね、まあおちゃらけてたりしてたけど、まあなんか古い文化を楽しむって感じだったんですけど、まあ、今回のやつはね、なんかポケモンバトルっていうのが、なんかメインのね、ストーリーになる感じなんで。そうですね。どういうポケモンが追加されるか、ちょっと楽しみですね。個人的にはガルーラ追加してほしい。ガルーラさえね、追加してくれたらね、俺マジでランクマ頑張りますからね。そうですね。昔からほんとガルーラだけはね、相棒にしてたんで、あのダイヤモンドパールの時も。マジでガルーラはほんと好きなんですよね。お、なに、初っ端からこの鬼引きたの、あと。ビリー玉か、いらねえな。しかもまあまあ塩漬けが強いっていうね。確かゴースターズ効かないんだっけこいつ。もうキモリか。多分これで半分入っちゃうはずなんで、次壁が出ちゃうはずなんだよな。まあ半分ないぐらいか。半分ちょい、ああ、まあ出ちゃったか。多分気合玉食らったな。あの岩が一発で飛ぶってことは気合玉っすね。
お、急所か。そら入ったはずだ。ああ、その100結構痛い。どんくらい入る ?70 プラス?ああ、やけどしやがった。それ痛えな。間違えた。ほんとうざい。オッケー、そこに連発やけどしなかったら全然いい。多分ね、気合い玉一発と薬莢一発だったら全然耐えるんで、一発だったら確定で耐えるんで、ただ二発食らったらわかんねえ。オッケー、一発鬼ビア全然アド、一発鬼ビアアド。危ねえ危ねえ。うん、あと、そうね、三発で死ぬか死なないかぐらいだな。一回回復入れちゃうか。オッケー、気合玉すかしたのでかい。それはアド。で、焦げなかった。じゃあ大丈夫だ。オッケー、鬼火はどう?で、これで確実に壁壊れる。うん、あと一発でなんとかいけそうっすね。次の技次第だな。あー、その百鬼夜行はギリ耐えるんだけど。うん。一回ここ守っちゃうか。あれ?なんでかもわかんないけど、守るが発動しなかった。なんなんだろう。え、多分岩なだれで落ちると思うんだよな、こんだけだったら。どうだろう。うわぁ、その消え玉耐えねえや。まあ、しょうがねえか。まあでも壁壊した状態で死んでるんで、意外とその手のダメじゃないんだよな。どっしょ、2発とも100キャコで考えるとアウトだ。まあまあ仕方ねえか。意外とあれだな、塩漬けのやつ強いな。やっぱ100キャグ送らないせいですかね。まあまあ、どう。まあ、なんとか勝つ。待て、ムーマージ送ったらムーマージ来たんだけど。ふざけんなよ。誰だ俺みたいにムーマージのゴミ処理してるやつ。しかも海外の人だな。ちなみに今回は、星のかけらが2つ。で、アメがプラス3で9。え、ミントが2万。XL が2で6。で、普通の L が14。炎がプラス10で40。で、雨がプラス、6で10、6で20か。で、星のかけらが最後2で、合計金額15万4000ですね。まあ、さっきの19万には劣りますけど。まあ、15万4000だったらいいか。そしたら、そうですね。一旦尺的なナンバーで20本か。ってことはそうですね、3試合目やっちゃって、セリー行きましょうか。そしたらどうしようかな。先にセリーやっちゃうか、まあ場所によるか。一応今のところ動画的には、そうですね、バトル1本やって、セリーやって、バトル1本やってになってるんで、ちょうど近いな。これだけだよな。そうですね、こっちフェアリーか。じゃあ大丈夫だ。ここから飛んじゃっていいか。そうです、俺が今日の分のセリアってのを忘れてたんだよ。普通にスポーンって忘れてましたからね。
なんかかゆい。コンベか。レベル20、物拾い。あんまりいらねえかな。今回はヘラクロスとマニューラとオリーバー完全に終わりっすね。今回はポケモンの出入り激しいなぁ、多分。確実に激しいですね。もう初手から壁張られたのがマジで痛えな。多分4発、5発、6発。まあ6発で落ちると思うんですけどね、こっからだったら。1発でも急所に当たればでかいんですけど。おい、しかも5分の3でムーマージとかやめてくれよ、マジで。もうさ、みんなムーマージのゴミ処理しすぎ。急所に当たった？あ、素でこれなんだ。あ、でも気合玉痛いな。急所に当たんな。急所に当たんな。急所に当たんな。オッケー、ナイス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 。ってこと、一発は耐える。で、多分壁的にはあと2発で飛ぶんで、そうだね、4発で落ちれるかな。だからこれで100球光とか気合玉があまりにも連発で積んできたら終わりっすけど。ああ、終わった。多分落ちたな。急所には当たんないけど、百鬼夜行が飛んでこない。でも前回よりあれっすね、ほんと火炎放射とか撃たれる確率減りましたね。前なんかほんと2発とも 2B とか火炎放射とかってあったんですけど、今回は必ずどっちかがね、ダメージ与えてきちゃうんで。正直痛いんだよ。特に今回はね、前回と違って塩漬けないんで、打点がないんだよ。強いてもオリーバの大地の力しかないんで、ほぼほぼ終わりなんですよね。ああ、ダメだ。すげえな、ちゃんと本当に技打ってくんな。なんか変えたんすかね、任天堂も。なんか変えたとしか思えねえ。まあ、どっちみたもそろそろリセットかけられるはずなんで。当たった。もう守んなくてもいいか、ぶっちゃけ。めんどくさいんでね。ここまで100キャコとかをきれいに打たれまくると。多分この1週間で変わったとしか思えねえな。まあ、そら、任天堂もね、まあ、任天堂とかゲームフリークか。ゲームフリークもこんなね、犬のポケモン相手に、そら、コッパみたいにされてたらね、星7の面目はないですからね。多分仕様変えたんですかね。まあ、仕様変えたとしてもね、結局は、勝ちやすいのに変わりはないですけど。
ちなみにすごいのさ、まさかの色違いのどこから来たんだけど。最後の試合で来たのがドテッコツなんですけど、なんすの色違い来たの。色違いのどこからかわいいっすね。なんか最近ね、改造のね、色違いのドテッコツ多いんですけど、これ改造なのかな。まあ、ポケモンホームなんでね、そんなに改造ではないと思うんですけど。なんだか間に合いそうっすね。だからまあそうですね、壁の残り容量によってはもう潰しちゃうのもありだね。リセットかけられたりなんで。まあ海洋型そうですね、残ってる HP は変わんないですけど。そしたら尺的にはそうですね、一回セリいっちゃいましょうか。そうですね。まあダブルでセリセリいっちゃうのもありかな。で、セリセリ、あ、そっか、セリセリいっちゃうと合わなかったな。まあいい、とりあえず考えようか。とりあえず、アメガプラス15か。21。で、ミントが2万。あれ反応しない。で、テラスサルがプラス20か。結構痛いな。で、金の玉が 男1人分。で、星のかけらが2つ。XL がプラス2で6。で、星のかけらが4。最後、リゾチュームが3か。お、リゾチューム3でかいな。19万9750円ですね。一応、今日最高。まあ、最高ね。まあ、でもそうですね。この動画で19万、15万、19万なんで、全然後っすね。最後、そうですね。競りだけ行って、うん、終わりにしましょうか。で、もう、次の動画からね、合わせるために、一旦競り行ったら、そのまま日付入れ替えちゃって、対戦、競り、競り、対戦って感じの、まあ、一サークルに戻したいかなと思います。まさか無理にこだわる必要ないんですけどね。よいしょ。ただね、そっちの方がね、分かりやすいんだよな、バカな俺に。ケンタロス邪魔ー。今一瞬地図が分かんなかった。ネコブの水戸クイックボルト、まあまあまあドリンク。木の実はそうですね。なんだっけ、努力値削るのに欲しいんで。まあ全然あれだ。木の実はね、全然高値でもね、なんとも思わない。まあまあね、2万で落ちたんだ。全然後だな。161か。28個か。しかもまあ初年が高いんでちょっと微妙かもな。26万で落ちたら後なんだよな。大体ドリンクの競りってね、安けどね、まあプラス2万ぐらいになるんですよ。いや、もうやる意味ないっすね。このおっちゃんバカだね。
1万多く損してんだけど。ウケるわ。じゃあそうですね、日付変えて、競り対戦で、終わらしましょうか。今回は何これ多分野菜っすかね。お、金の王冠なら全然欲しい。なんで金の王冠買えないんで、まあ、銀の王冠1個2万って考えて10万か。あ、違う、10万じゃ、12万か。努力値全部ブッパできるんで12万っすね。終了。23万5千円。バカでしょ。だったら銀の王冠6個買った方が安いよ。オーサルティッシュって多分あれだよね。サンドイッチは多分具材っすかね。こっちがいいや。こっちは。あ、もう羽なら最後もらっておきましょうか。まあ、25で落ちたらどうっすね。これさ、塩かもしんないけど、なんか自分の好きな金額入れれるようにも変えてほしいよね。なんかいちいちめんどくさいぶっちゃけ、これ。なんか CPU を2人も相手にしちゃいけないけど。まあ、そうですね。思ったより安く落ちた。233か。そうですね。最後これ、バトルして、終わりしましょうか。近い現場がいいな。そこ違うわ。これ岩か。あ、エスパーか。あ、ここか。あ、ね、ちなみにね、なんで経験値見なくなったかっていうと、簡単なんですよ。昨日、一昨日あたりから、翡翠ポケモン。まあ、翡翠ポケモンっていうか、フォルムチェンジのポケモン、お地震だ。お？結構揺れてんな。ちょっと待ってください。今何時？今10時か。ちょっと待ってくださいね。ごめん。先に地震だわ。おお、びっくりした。今、急にグラってきたんだけど。ちょっと待ってくださいね。動画撮ってる最中の地震がね、マジで怖いんですよ。野生ポケモン相手にしようじゃない。あ、そうです。地震っすね。神奈川県東部の地震だって。マジ？神奈川県東部って俺んちなんだけど。西部東部で分けると、うちんちは間違いなく西部ですかね。横浜なんで。とりあえずね、10時ジャスト43。神奈川県東部、北緯35.5、東経139.5、マグニチュード4.2、深さ110キロだって。え、これで110キロもあんの？怖っ。マジで震源地どこになってんの？一応でもね、地震の規模で見ると、神奈川、千葉、静岡の、伊豆方面もちょっと揺れたみたいですね。で、あと山梨とか、東京、そうそう、山梨か。で、長野もちらっと揺れてるな。ちなみに何がすごいか。今の地震、ここまでですからね、範囲的には。びっくりする。でもね、思ったよりね、ぐらってすぐに来て、ちょっと揺れただけですぐに収まったの。怖えな、やっぱ地震が。ちょっと申し訳ない、ごめんなさいね。そうですね、神奈川県東部を震源とする地震がありました。マグニチュードは4.3、最大震度は2程度。そうね、今2っていうか、ぐらっと来たせいで結構そうですね、来ましたね。統計35.5ってどこだ？ちょっと調べてみましょうか。北緯35.5。北緯35.5、統計139.5。統計139.5。これかな？
あんまりさ、統計とかでさ、住所調べるの慣れてないからさ、こっちがわかんないんだよ。わからん。国土地理院かなんかわかんないけど、経度緯度地図って言ってるけど。一応、なんだっけ。Google の方で調べてるんだけど、神奈川県東部しかねえな。もうちょっとこのさ、統計とか北緯で検索できるまともなサイトってないのかな？これも地図サイトも死んでんのか。なるほど、そういう検索もできるんだ。Google マップで 35.5N。 139.5E か。これで検索すると、大体この辺になりますね。統計さ、統計35.5度。ごめんなさい。北緯35.5度、統計139.5。これで検索すると、大体この辺に当たりましたね。どこ？セブンイレブン若葉台団地。若葉台？ 若葉台ってどこ？あ、なるほど。田園都市線の長津田から下の方ですね。田園都市線の長津田下の方で、イトーヨーカドー若葉台店が近くにあって、カントリークラブ、ゴルフ場がなんか大場なんですけど、まあズーラシアの近く。まあ、ズーラシアの近くでもないけど。こんなところなんだ、地震の震源地。まあ相鉄から言うと三つ境。そうですね、相鉄の三つ境と、まあ田園都市線の長津田。まあ、もしくは、あとここか。長津、あの、なんだっけ、南町田グランベリーパークって。長い、なんだっけ。これ最近名前変わってきたから知らないんだよな。そうですね、ここからずっとまっすぐ行ったところみたいですね。だいぶちょっと住宅街っていう感じのところで事故りましたね。地震起きましたね。一応こういう感じなんですけど、まあ多分ね、誤差はあると思うんですけど、俺あんまりこの統計難度とかで調べ慣れてないんで、ちょうどここっすね。なんか作りかけの高架橋がある。なんかこの工事現場の近くで。これ何作ってんの？水路橋の橋脚を塗り替えてるんだ。まあ、その辺ですね。おお、びっくりした。地震は怖いっすね、急にドスンって来られると。まあ、ちょっとここ2、3日は、そうですね、横浜ちょっと要警戒っすね。すぐ操作しなかったから、ガムちゃった。これくらいね、気のせいかな。あ、いるわ。最後にこれ1試合やって動画切り替えましょうか。おお、びっくりした。 急に地震来たからびっくりした。でも横浜の住宅街が、そうですね、あの震源地って珍しいパターンですね。特にそうなんだよ。神奈川県が震源地っていうのはなかなか珍しいですね。まあ、おそらく多分プレートの境目かなんかが、その若葉台とか。まあ、あの辺にあるんでしょうけど。そうですね、一応、あと、ライブドアニュースか。ライブドアニュースの細かいのでいくと、これっすね。震源地、ここ。雑ー。
あ、でもやっぱり最大震度3だったんだ。そりゃ3にはなるわな。一瞬グラってきたもん。一応そうですね、110キロ、マグニチュード 4.2、最大震度3か。まあ、今回だからか、湾岸ってよりかは、湾岸、そうですね、湾岸ってよりかは内陸部なんで、まあ、津波の影響は多分ないと思うんで、全然。よかったんですけど、わあ、びっくりした。今回でもそうだな、100球以降飛んでこないからめちゃくちゃ後だもん。吸収ネタになくてもいいから100球以降飛んでこないのが一番楽。でもここ特に今回シューズ聞いてくれてるんで、まだ後っすね。あと2発ってところっすね。でもそろそろリセットかけられるはずなんで。あー、リセット先かけられちゃったか。これ運がいいとね、リセットかけられるでギリギリで落とせれるんですよ。壁ぶっ壊しちゃってる。たまにうちのボディープレスの方が早いんだ。ってことは落ちたんじゃね？落ちる？全然無理か。やっぱ積まれてないんで。オッケー、その鬼火ナイス。じゃあこれで終わりっすね。ちょっと尺的にはごめんなさい。ちょっと自費の話しちゃったせいで40分超えちゃいましたけど。あ、ちょっと残ったわ。まあでも大丈夫でしょ。岩なだれで落ちるっしょ、これぐらいなら。たまに辻切りで落ちたか。いや、ちょっと残った臭いな。残ってんのこれって。残ってる風には見えねえんだけどな。充電器は、まあ、60% あるからいっか。まあ、30ぐらいになったらそうですね、ちょっとスイッチ変えましょうか。いや、てかどうせ動画切り替えるんでスイッチ変えちゃいましょうかね。ってわけで、とりあえずは、アメガプラス6で12。星のかけらが2つ。アメガプラス6で18。ポイントアップがプラス1で7。星のかけらが4。アメガプラス10。これちょっと痛いの？ただ銀の王冠来たのでかいですね。これが2万と。あれ、銀の王冠って2万だっけ？銀の王冠ってね、買い値で見るとね、確かね、10万ぐらいするんだよ。違ったっけ？ちょっと待ってくださいね。ちょっと銀の王冠を使うんで、今回はちょっと買い値で計算しましょうか。確かにね、買い値だとね、10万ぐらいした気がするんだけど、違ったっけな。あ、2万円だわ。普通に2万円か。じゃあ、そのまま2万でいいか。プラス2万と。ってことはまあ、
ミント入ってたっけ？ミントねえのか。じゃあ普通に銀の方が2万で。で、アメガプラス3で終わりか。合計アメガ31と。合計金額が、おぉ、16万2250円か。まあ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 。ちょっとね、じゃあまずは1本目これで終わりにして、ちょっとスイッチとかね、データ入れ替えたいんで、ちょっとね、これで一旦終わりにしたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。